おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。一週間始まったね今週もゆるく頑張ろう。私はね、週始め早々朝っぱらからやらかして、もうね、一気にやる気をなくしちゃった。もう嫌になっちゃう。もうね、本当にさ、毎日毎日何かしらやらないしでかさないことはないのよ。昨日は昨日でさ、晩ご飯の時にさ、250度のオーブンで焼いてて、その天板ごと取り出そうとしたら自分の指まで焼いちゃって火傷したりさ、今朝はね、コーヒーをさ、バシャーってこぼしてしまって、もうそしたらさ、拭き掃除しないといけないじゃん、早朝からもうね、ほんとにね、嫌になっちゃった、こんな自分が。時々ね、そんな時がある。なんでこんな私あるんだろう、もう嫌だって思う。もうほんとに嫌になっちゃうねえ。ドジをしない日を数えた方が少ないかもしれない。もうちょっとこうシャキッとしたいんだけどもね、え、なんかしら、なんか不器用なのかなんなのか知らんけどさ、困っちゃう。そしてね、今日の卵焼きやぶつ切りにしたカニカマに、あれ、わかめスープのさ、元っていうの、あの粉があるよ、あれをね、もらってたから、わかめスープの素、わかめスープ、あの粉を入れてね、それで卵焼きにしたんだ。前にさ、わかめの卵焼きをした時も美味しかったから、ね、わかめスープもうまいし、まあ、間違いないだろう、ということで、やってみたんだ。でね、休みはあっという間に過ぎちゃってまたね、今日はね、でも週初めの月曜日、天気がいいからね、まあ、それその分だけでもね、こう気持ちが上がったもうさ、もうコーヒーひっくり返した時に朝、うーわ、朝からやった、最悪と思って。で、私なんかいつもさ、わーとかギャーとか言うからことか、もう朝からふとか声を出すなって言うけど、出ちゃうんだもん。ねえ。で、今度はこれ、あれだ、これあれだって、トウモロコシね、もう最近はさ、定番化してきてるよね。トウモロコシを今日も焼いた。ね、おいしいからいいじゃん。ねえ、美味しいからまあよしとしよう。でも味付けはね、塩と青のりシャッシャッシャって。でもこれがね、まみれたら出来上がり。で、ごま油を熱して、ピーマンを炒めるよ。この赤いピーマンがあと何個か残ってる。そしたらね、分量、これね、もう桜えびとさ、塩昆布を一つかみペスペスって入れて炒め合わせたら、もうあっという間にピーマンと桜えびの塩昆布炒めの出来上がり。そう、ほんで今日はさ、本当は昆布茶のとんかつをする予定だったんだけど、私が朝からね、やらかしたから、もうね、予定変更もうだってさ、もういいなって、その拭き掃除にも時間かかるじゃん。で、これね、ちょっと厚めのあれだからさ、お肉だからね、片面1分半ずつ焼いて裏返す。そしてあと1分半ね。そしたらこのネギをどさっといっぱい入れて、これ魅力の万能塩だれ、せっかく買ったから使わないと。もうね、簡単だけどさ、ネギ塩豚丼はうまいからね、まあいいか。
そしたらね、詰めるよ。リーフレタスで仕切って、ネギ塩豚バラをさ、ドドドンと乗っけて丼にする。ね、焼き色がまたよろしい。でね、このまたネギがシャキシャキ美味しいからね、ちょっと散りばめてみました。で、卵焼きは断面が見えるように詰めるよ。そしたらウインナーね。でね、何したかな。あ、トウモロコシだ。まあ、数時間前だけどもうね、何したかなってなってるからね、私の脳内は困っちゃう。でね、カップを敷いて、ここにさ、ピーマンと桜エビの塩昆布炒めを詰めるよ。そしたらね、これ、インゲンのベーコン巻きね。でね、ネギ塩豚バラ丼にはごまをぴゃーっと、ぴゃっとかけて、ミニトマトを乗っけて、これアイコだね。アイコトマト。今日のお弁当の出来上がり。週初め早々やらかしちゃって、簡単弁当になっちゃった。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。